お帰りなさい。では改めましてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ね、すごい機械的なお帰りなさいでしたね。すごい将棋好きな書店員さんが今司会をしてくださってます。あの棚を作ったね、棚を作ってね、すごい緊張してます。よろしくお願いします。先ほどあのなんだっけ、自力で自分の小さい頃にお小遣いで買った将棋の駒で、そうとか、なんかおばあちゃんに作ってもらった駒袋とか見せていただいて、愛がめちゃくちゃ伝わってきて、将棋が大好きね、テンション上がって、やっぱ将棋好きな人がいてくださると嬉しいですよね。そうですよ ね。ということで、そんなこんなでやってまいります。よろしくお願いします。では次の一手問題の答え合わせなんですけど、はい、問題がこちらとなります。ちょっと結構時間短かったのでなかなか大変だと思うんですけど、実はこれ狙いの一手がございまして、その一手を探せるかどうかっていう問題になります。で、候補手が1三歩成ってなる手が一つ、あともう一つが3八飛車って飛車交換しろってぶつける手が一つで、あともう一個が香車取られそうだから1六銀って上がる手、この三つが候補手になります。さあ、花さんどれだと思います？考えたんですけど、はい、全然わかんなくて、うんうんうん、なんかでもなんとなくですけど1三歩成がいいような気がするんです。なんかチャット欄でも1三歩成って書かれてた方いらっしゃいましたね。ね、うん、こういう問題の時って歩成が良くないですか？わかんない。どういう感じかわかんないけど。はい、実は正解はこちらの1三歩成になります。おめでとうございます。ただあれです、理由です。なんか将棋やるときはこれをやりたいからこうやるっていうのがすごい大事なので、なんかこの局面でなんか狙いをつけるところとかを結構考えるのが大事です。今のこの局面だとまず王様の硬さを比較するとか、自分の飛車とか相手の飛車がどれだけ働いてるかとか、そういうのをなんか比べてみるみたいな感じで、この局面で一番目をつけてほしいところが、飛車と角が近いんですよ。飛車と角が近くて両隣ですよね。なんか両取りしたくなります。そう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 、そうなんです。なんか動けるマス目少ないですよね。なのでこれで狙いをつけてほしいのは飛車です。三四飛車をどうにかして取ってほしいなっていう感じの問題でした。で、1三歩成ってやったら普通は同香って取りますよね。はい、で同香って取った時に同香成と、はい、普通に取って、はい、これ成香が放置されてたら困るから、はい、同角って取りますね。はい、で次ですね、ここでいい手がございまして、はい、ここで飛車狭いから、はい、飛車取りってしたいんですけど、はい、どういう手をやるかって考えると、はい、正解は3五歩になります。お、これでですね、はい、飛車か角が取れるんですよ。どうしてですか？どうしてでしょうか？まず歩の枚数がいっぱいございまして、はい、同飛車って取ると、はい、取ると何日からしていけばいいかな。結構難しいかな。どれから行こう。銀かな、はい、金か銀とかで、はい、なんかこっちに行ったら歩だし、あ、はい、こっちに行ったら歩とかを打って、はい、同玉飛車に香車みたいな感じ。2つ。そうですね。これなんか田楽出しって言うんですけど、なんかおでんの具材になっちゃったぜみたいな感じ。土を逃げてもったね。そうですね。みたいな感じがあったり、はい、そうですね。なんかこれで今打ったのかな。はい。これでなんか同角で取っても、うん、こっちにまたあるんですよね、香車。香車便利ですね。便利なんですね。なのでなんか。取ったでこの田楽刺しがあるし、うん、逃げたとしても、はい、桂馬持ってるので、はい、桂馬打って逃げて歩打って取って、うん、あ、さっきと香車と一緒ですね。そうですね。今ここに歩打ってから香車打ったのが大事で、はい、ここに歩打たないで普通に香車打っちゃったら、
あら、残念って感じで。私これよくやる。これやっちゃダメですね。なので、なんか香車でこういう両取りするときは、相手に歩で受けられないようにだけ気をつけておくといいかなと思います。なので、歩打って同飛車でおびき寄せてから香車みたいな感じ。これ香車実は下から打った方が。香車ってなんか前にしか進めない駒なので、下に打てば打つほど、あの、いけるマス目が多くなるから。なるべく、ね、うん、下から打つ方がいいかなと思います。これ、飛車逃げたら、角取れますもんね、うん。確定でどっちか取れるので、いいかなっていう感じです。なので、この両取りの香車を狙いたいから、一三歩成りってするのがいいよっていう問題でした。深い手だったんですね。そうですね。3八飛車とか1六銀は結構あんまり狙いがないので、なんか、ここの飛車が狭い。じゃあそれを取るために何をすればいいかっていうふうに考えるのが大事でした。その局面を見たときに何ができるかなって思うのが結構大事で、その選択肢ってやっぱ知識で積み重ねていくものだと思うので、なんか飛車が狙えないかっていうのをぜひ皆さん考えていただけた。一個の材料になるかなと思います。やってみてください。ということで、次の一手以上になります。ありがとうございました。よいしょ。では、次の。日本将棋連盟棋士の遠山雄介です。今回、親子でゼロから始めるスタディ将棋と題し、オンライン講座を開催します。4月25日から毎月第4日曜日、全5回の講座となります。私は初心者の方がいかに将棋を楽しんでいただけるか、そういった活動に熱心に取り組んでいまして、今回もそういった方向けの講座となります。親子で将棋を楽しんでみたい、どうやって子供を将棋好きにすればいいんだろうか、そんなことを皆さんにお教えします。初心者本に載っていないような斬新な指導法もお伝えしますので、ぜひご覧ください。詳しくはツイッターホームページ等でご確認いただければと思います。多くのお申し込みをお待ちしております。